はい、ということで、はい、本編2本終了でございます。懐かしいね、コーナーが目白押しですよ、ね、うん、もう忘れられたまま終わってもおかしくない。ほんと最近ね、ひどいよ、うん、もう昔の企画全然やってないよ、うん、なんかね、泣くな。いや、多分もういつの間に教えて都市伝説ばっかりやって教えて都市伝説の概念が変わったのがダメだと思う。まあね、何でもありっていうね、うん、フリースタイルっていう、そうそう、ね、まあでもたまにはやっぱね、うん、こういう企画ちゃんとやんねえとなって、まあね、確かに確かに、うん、ちょっと思い出したんですよ。それが並んでね、久々に聞き直したもん、うん、OCT とかどんなんやってたかなと。どうでした？意外と面白いねこの番組自我を持参している、うん、ほぼ聞いてないですけど、そんな聞き直してないんで、うんうん、一回聞いたぐらいで終わるんで大体、うん、ちょっと久々にね何個か聞きましたよ。聞き直すの偉いですね、うんうん、いや偉いっていうか、うん、まあ忘れてたからやっただけなんだけど、そうそう、いやいいじゃないですか。でもそれは意外とできる子だなと思ってよかったですよ。はいはいはい、さあうん、ね、今日もそんなこんなでやってきたわけですけども、なんか近況の変化があったということで、林さん。僕ね、式あげたんですよ、結婚式。うん。自分の。うん。式あげてね。はいはいはい。まあ席は入れてたんですよ。去年ね、うんうんうん、でまあ今年だいぶ前だよね、うん、そうそう、式あげようって言ってて、うん、まあ式を、はいはい、うん、あげたんですよ、ついにね、うん、あれ緊張しますよ。あれしたんだ、うん、ものすごいね。だってあれでしょ、身内ばっかりなんでしょ。そう、身内だけでやったんですよ、うんうん、それでもやっぱ違う、緊張する、うん、違うやっぱり、うん、どういう感じでやったの？教会みたいな。教会。ああ。教会。なんでも照れ笑いしてね、気持ち悪いな。そのね、久しぶりに会うんですよ。岡山の。ああ。家族と。兄弟とか。うん、兄弟とかと。そういうのもあってね、まあ、どうなるんだろうって思ってて、でもなんか、なんていうんですかね、じゃあその、新郎の、お言葉をお願いしますみたいなのあるじゃないですか、うん、何も決めずに行ったんですよ僕。何どういうこと？新郎では一言お願いしますみたいな。それは誰に向けてみたいな。それを家族ですよ。ああ、そうです、家族に向けて一言言うんですけど、それでも何も決めずに行ったんですよ僕、うん、決めて行ったら多分なんかぐちゃぐちゃになっちゃうなと思って。なんでよ、決めて行った方がぐちゃぐちゃにならないでしょ。手紙持つの嫌だったんですよ。ああ、そうなの。手紙というかね、その台本。普通ってみんなどうやんの？手紙持つよね。持ちます。ね、そんなイメージだよ、うん。でも俺もう嫌で、それが。うん。うん。なんか、作ったもんじゃん、それって思っちゃうんで。作ったって、もう自分で考えたやつだったら、うん、まあまあいいと思うけどね。なんかそれってでもいい子ちゃんじゃないですか。まあ、うん、まあまあ、あと、その日のタイミングで思ったことを言うっていう方がね、そうそう、熱量はあるよね。もうその日あって、出来事をさらってそのままそこで喋りたいと思って、うんうん、まあまあ分かんなくはないけど、うん、だからもうそのままやろうと思ったんですけども、それがもう逆で、もう悪影響で自分に対して、もうあれ何喋りゃいいんだろうと思って、朝起きて行くじゃないですか、式場ね。何時ぐらいなの？早い時間、集合は9時とかでしたよ。結構早いね。9時とかでした。で、奥さんが先に、うん、ドレスを着るからつって先に入ったんですよ。で、僕後から入るんですけど、なんかね、衣装着るじゃないですか。それ用のタキシードみたいなね。うん。あっと着て。なんか写真送られてきましたね。うん、そうそう。で、その日ね、何組かいたんですよ。僕以外にも。あ、同じ日に。で、横にも同じ柄のタキシード着てるんですよ。ダセー。工場みたいになってて。あ、これやっぱ人気あるんや、と思ってね。もう同じ格好なの？同じ格好ですよ。なんか銀色というか、なんか、なんとシルバーのね、スーツっぽいやつでしょ？で、それを着ていくんですよ、みんなね。着ていって、で、みんな気終わってて、うん、で、あ、じゃあ、ナナさん、メイク入りますね、つってメイクはしてて、うん、3人いたんですけど、ナナさん、メイク入りますね、で、時間差あって。そんな感じなんだ、一緒なんだ。うん、そうそう、一緒でした、一緒でした。うん、で、僕のとこ来て、うん、で、早瀬さんは、あれメイクなしってなってるけども、あれヘアスタイルもなしってなってるけれども、みたいな。うん、え、その、寝癖のまま行く感じですかって言われて、はい、身内だけなんで、いや、身内だけとあっても、うん、あ、大丈夫なんですかメイクとかはみたいな。え、メイクってするんだ、普通は。うん、するんですって。メイクして、そうそう、髪型もきちんとセットするんですよ。うんうん、で、それを僕はいらないって言ってたんで、うん、そもそも打ち合わせの時点で。うんうん、いらない、あ、僕大丈夫です、そういうのは好きじゃないんで、つって横の人たちいるのに言っちゃって。嫌なこと言うね、ほんと。あ、じゃあ、もうそれではいさんは大丈夫ですつって俺5分ぐらいで終わっちゃってもうやることないってことでしょだからロビーで待っといてくださいつって、うん、主役が一番初めに終わって準備、うん、ロビーでずっとボーっとしてるっていうのから始まったんですよ、うん、そこに早瀬家が来てあまだ来てないのね、うん、その時点で来てなかった、うん、そのあと、10分後ぐらいに奥さんフード出てきて、うん、その時にはもう出来上がってるんですよきちんと。うんドレス姿からで、うん、化粧もしててもうそこでもう見せちゃってうん見せてますいいんだじゃあそこにうん、母親が化粧をして、うん、もうちゃんと和服ね着物で着てて、うん、あ和服できた出てきたらもう俺の方を先に見て「うんうん」みたいな「久しぶり」みたいな感じだったんですよ、うん、なんですけど奥さん見た瞬間にもうボロボロ泣き始めてへえ、うんみたいな、うん、嬉しいと娘がはい、はい、こんな綺麗な娘さんほんまありがたいわみたいなこと言って、うん、それにみたいなやっちゃん、うん、何もしてないなみたいなそれで行くんかそれで行くのみたいな野面で行くの君みたいな感じのこと言われていやまあもうこれで行くけどみたいな、うん、あそうもう好きにしたらええわみたいなことそう意外と言われないんだよそういうの、うん、何も言われなかった出る内のなんか教会、うんに行くんですよで教会行ってリハーサルがあるんですよ、うん、まずねで何するかっていうとどういうふうな、感じで歩いていって指輪の交換して、うん、みたいな誓いますかはい誓いますっていうのをやるかみたいな当日やんだ段取りうんそう当日しかも、もう10分前とかですよあそんなもんなんだ10分15分前にもう1回しかさらっとやんだ、うん、さらっとへえ右、あ、こっちは左足から出しましょう、みたいな。しっかりなんで。で、右足で、頭下げて。で、次はもう左、右、左、右、左、右、左、右で。覚えられる?10分で。いや、もう覚えられない。ねえ。全然覚えられない。大変そう。うん。で、神父というか牧師さんが海外の方で。うん。外人だ。外人の方で。まあ、だろうな。早瀬康弘さん、みたいな。うん。あ、どうも。うん。あ、今日はよろしく。お願いいたしますって言って、うん、いいじゃん雰囲気出るじゃん雰囲気出てて、うん、で、まあ、全部リハーサル終わって、うん、一回リハーサル室と本番の部屋があるんですよ分かれてて2つだからリハーサルした場所でやるんじゃないんですよあそういうことね式上げるんじゃなく て別のとこに行こうと言って別のとこ行って、うん、この挨拶そこでしてまたね、うん、やりましょうかって言ってたら次いつって言ってて声聞こえて、うん、なんかなと思ったら、その外国人普通に喋れるんですよ、日本語。うんうん、合わせてくれてて、僕らに。あ、外人感出す、うん、そう。その役というか。そう。あ、そういうことなの外国人のキー高めで来てたんですよ、だから。あ、うん、じゃあ普通に日本人の日本語のように喋れるんだ。もっと礼儀正しく。それ何なんだろうな。次はいつですかね。不思議な気持ちになるな。次は、もう、1時間後にまた来ます、みたいな。あ、わかりました、了解です。その際は、〇〇号室で待っていればいいんですかねみたいな。あ、うん、そうですね。いつも通りその感じで、みたいな。あ、わかりました。了解しました。お願いします。みたいな。それが、早瀬の前になると、はい、早瀬さん。早瀬広場、みたいになるの。役者が、みたいな。こっちは分かってるんですよ。それ見たくねえわ。それ言わないでおこうと思って。で、まあ普通にね、始まって、言われた通りね、ミューンって出していって、足もね、出していって。できたちゃんと。うん、できました。そしたら横に、ついていてくれて、そこのスタッフの方が、ここはこうするんですよ、みたいな。あ、なるほどね。くれるんですよ。安調みたいな。うん、台本みたいなもんでね。こうで、って言ってて。で、してくれるんです、全部ね。で、前行って、頭下げて、ここで、って言ってて。で、奥さんも、あと来て、で、指輪の交換しましょう、って言って、指輪の交換していくんですけど、その牧師さんが持っててね、2つ。まずは。うん、でリハーサルではじゃあ私この指輪持ってるんであなたの手のひらに置くんでそれをあなたが、右手で持って、うん、奥さんの左手に差し込んでくださいって言うんですよ、うん、ああ分かりました、うん、って簡単な段取りですよ。まあそれ以外やることないからね。そうしたら、来たんです、その瞬間がね。指輪持つんですよ、牧師さんが。ほんで、俺の手に乗せるのかなと思ったら、もうキャラ入ってるから、テンション上がってたのかわかんないけど、天に高く突き上げたんですよ。指輪を突き上げたんですよ。って思って、いや、この段取りリハーサルでしてないと思って、俺、怯えちゃって、あれこれ、今のタイミングで乗せてくんかなと思って、俺も天高く手突き上げたんですよ。すごい高い位置で指輪を受け渡すみたいな。空で。うん。したら横で、違います。林さん、違います。一回下げてくださいって言われて、スッと下げて。間違えたって言っちゃって、口で。間違えたって言っちゃって。そしたら、なんか、って言って。なんかあるんだ、その、呪文唱えるみたいなのが。言ってなかったんですよ。説法みたいなね、キリスト教の。なんちゃらかんちゃら言って。スッと下げて、またなんかなんちゃらかんちゃらって言って、俺の手のひらに乗せてくれたんですよ。あ、ここね。そこがないんだ。それはダメだね、言っとかないと。はしょってんすよ、そこ。ああ、それはひどいわ。それか、もうテンション上がってたのかわかんないけど。アドリブかな、うん、手のひらのしてくれて、でぐっと差し込んでみたいな、そんなもんあって。ミスとしてはでもそれだけです。あ、そこは。ワンポイントだけ。ワンポイントだけは、あとは全部できます。気づいてなかっただけじゃない？いや、横で言ってくれますもん、違います。両手両足同時に出るみたいな、あるでしょ。ああ、わかんない。緊張で。あるかもしれない、もしかしたら。ね、うん。でもそれは別にもう、可愛げの一つだと思うんですよ。うるせえわ。うん、愛嬌の一つだと思うんですけれども。そんな感じで、まあ、あれか、交換して終わりなのあれって。まあ、差し合って、で、その後、まあ、キスして。そうだよね。誓いのキスがあるよね。みたいな。何を言ってるとね、気持ち悪い。自由ですよって言われて、どこにキスするのか自由ですって言われるんですよ。あ、何それ、試される感じ。何その、なんか、俺はほっぺとか、馬鹿にされてる感じ。おでことか、まあ、いろいろ、あるから。人によって違うんだ、あれ。女性器とかね。何でもあるから。何でもあるから。どこでもあるから。それを好きにしろって言うなら。好きにしろって言われたから。もちろん。俺はね、もう方かなと思ってて。なんで方なんだよ。で、奥さんに言ったんですよ。あれ、どこにキス、方とかでいいのかなしたら、唇だろって言って。怖い。あっちがっついてくるっていう。いやいや、怖い。唇だろって言われて。いや、強い奥さん。を嫁にできてよかったなって話して。まあね、やっぱ男がやっぱそこ、なんかふわふわしてるとね、ダサいから。一生忘れないですよ。こいつって。唇だろなんかおっかねえわ。かっこよかった。ついていこうと思った、でも。その後はもう普通に飯食うっていう、みんなの前でね。みんなと一緒に飯食う。まあまあ、俺らが、だから主賓というかなので、パーティー席みたいなとこ行って、で、みんながもう、ね、そこに、みたいな。並んで。うん、そう。それ何、会話しながら食うの？会話しながらというよりは、俺らが、一席一席どうですかって言ってお伺い立てに行くみたいな。あ、まあじゃあ、いわゆるあれか。そう。写真タイムみたいなのがあって。はい。で、まあ、飯も出てね。食べてて、そしたらなんかね、あるんですよ、奥さんから、新婦から両親へ、なんか感謝の言葉みたいな。まあまあ、そこはね、やっぱ、欠かされないところなんじゃないの？みんなやってるよ、そうそう俺が言ってんの、大体。手紙うーと書いていて、で、俺はもう、事前にどういうものを読んでいくかって分かってたから、あ、そうなんだ。これどうかなって相談を受けてたんで、だから見てたんで、別にもうなんともないなって思ってたんですけど、なんか普通の曲流れて、なんかね、薄暗くして曲流れて読み出すんですよ。そしたらもう、ボロボロ泣き出して、奥さんがね。読みながら。したら、もう奥さんのお父さんって結構強い人なんですよ。結構面白くて、強い人で、結構ね、どんなことあっても、なんかその、面白さというか強さを絶えず持ってるみたいな、真の強い人なんですよ。動じない感じのね。そう。そのお父さんがボロボロ泣き出して、読まれてて声聞こえるぐらい泣いてるんですよ。でもそれでちょっとうるっときて俺。いつも強いのに。でもやっぱり娘が結婚するってなった時に、ちゃむちゃ泣くっていう。まあなんか逆にそっちの方が男気ある感じしなくもないけどね。でもちょっとうるっときたんですけど、俺が泣くのおかしいなと思って。いや、おかしくはないんじゃない？シンプルな手紙で、俺がしゃしゃって泣いたらおかしいなと思って、ぐっとこらえて。しゃしゃるとかじゃないけど。ぐっとこらえて。まあまあ。で、もうそれももう全部終わって、で、最後に奥さん側のお父さんの一言って言って、それもまたいい、ね、言葉いただいて、で、次最後にって言って、新郎から一言って言って、俺なんですけど、そうだね。そうそう、何も考えてなくて。何も用意してないわけでしょ、ここの段階で。で、僕あんま記憶ないですけど、思い返すと、俺 UFO とかむっちゃ言ってたんですって。え？ UFO。怖い怖い怖い。ユーマ。は？怖い怖い怖い。何何何それ。秘密結社とか。は？はい。え？何話すの普通。内容としては。ありがとうございました。なんかお世話になりましたみたいなことでしょ？これから頑張っていきますよみたいなことでしょ？これでいい結婚式が開くことができましたみたいな、これからもよろしくお願いしますみたいなことを言うんですけど。そうだよね。それになんで UFO 入る隙間なくね？入る隙間ないんですよね。どこに入れるのそれ。逆に。超難しいんだけど。ユーマ。はい。秘密結社とか。え、どういうこと？覚えてないの？妖怪とか幽霊とか言ったみたいなんですよね。で、覚えてはいるんですけど、ぼやーっとは。でも、ぼやーっとです。なんで、アドリブで言ってるんで。そしたら、みんなちょっと失笑するっていう。だってわかんないもん。どういう流れの話をしたのそれ。わかんないですもん。でも、スーッと、ちょっと笑ってて、あ、もう最後笑ったからよかったわ、と思って。でも誰も声かけてくれないですよ。終わりでね。あ、よかったよぐらいで、さっきのなんか、スピーチみたいな。スピーチよかったよみたいな。奥さんの方にはすごい言うんですよ。すごい感動できたみたいな。そしたら、奥さん側の、あるおばさんにだけむちゃくちゃハマって、言ってよ私もユーマ好きなんだよ新しいところで。私はね、ムーとね、カイをね、読んでんだよ。言ってよどっぷりじゃん。どっぷりの人。なんで言わないのユーマ。UFO 大好きだよ妖怪大好きだよ言ってよつって何何怖い怖い怖い30人いる身内である一人だけむちゃくちゃハマっていう何それ何のためのスピーチなんだそれむちゃくちゃハマりました言ってよ今度話しようよよくいたねそんな人妖怪負けないよ UFO 大好きだよムーと頼れんだよ言ってよテンションめちゃくちゃ爆上がりで。へぇー、ハマった。いつもはテンション低く、結構しっかりした方なんですけど、なぜか、俺の UFO ユーマ話で、むっちゃテンション上がるっていう、もう気の触れたような感じで、言ってよーい！まあ、まさか、この場でそういう話が来ると思わなかったんだろうね。めちゃくちゃっすよ。すっげーテンション上がってました。結果だからいい回だったっていう。なんだよそれ。他の人は別にそう思ってねえだろ。あ、でもちゃんとあれもしましたよ。爪痕残そうと思って。なんで自分ので爪痕残そうと思うの？いや、牧師に対して。あ、そうなの？牧師に対して。騙してきたから。そうそう、騙されてるから。いや、俺はもう知っとんぞと。ただそれは今回言わないよと。お前の、要はホームだから。言わないよと。恥かかすわけにはいかない。恥かかすわけにはいかないから、でも俺も、もう金払って新郎として来てるんだから、ちょっと爪痕残させていただきますよと、それぐらいやらせてくれよと。賛美歌歌うんすよ。ああ。え、誰が？みんなで。みんなで。で、皆さん、その歌詞カードをもらっていてね、入るときに。で、賛美歌を歌うんですよ。手話どうちゃらみたいな。そう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 。友なるイエスよとか言ってて、その端々に俺は、おっぱいっていうセリフを入れていくっていう。言ってやりましたよ。兄さん。いやいやいや、俺が望んだみたいに言われると、すごい困るんだけど。おっぱいをいくつか入れるっていう。そう、すごい難易度高くないでも。牧師はむちゃくちゃにらんできますよ。それ分かるぐらいの感じ。分かるぐらいの感じできました。だって入らないじゃん、おっぱい。いやいや、友なるイエスはおっぱい。友なるイエスはおっぱいとかね。お尻、だから、お尻にね。お尻に、まあ変な話、お尻におっぱいをつけるっていう。いや、今思いついた。いいの思いついたじゃねえんだよ。歌詞のお尻におっぱいをつけたっていう。いや、だからなんでそんなことしたの？いやいや、俺も爪痕残したいんで、やっぱり。そこは。それでも、あなた以外も聞こえてるんじゃないの？奥さんぐらいですね。ああ、そうなの。前の方とかだからってことね。知ってるんだ、奥さんと俺と、あと、牧師の姫事ですよね。うわぁ。高貴なる遊び。高貴なる遊び。最悪だね、それ。禁断の果実。何こいつってずっと思ってたろうね。僕はむちゃくちゃ見てきましたよ。ずっとなんだろう、こいつって思ってたろうね。この新郎、頭おかしくないみたいな。ただそれ忘れてるよ、もうその頃、キャラ。ずっとおっぱい。マジだとおかしいなっていう。それからちょっと冷たかったですね。だろうね。なんかね、これから私たちは、まあ、夫婦ですということで、名前書くんですよ、スーッと。ああ、なんかサインみたいなやつね。サインが書くんですけど、あるね。回ってって言われて。何回るって。だから、奥の方にあるんですよ。牧師の右手にあって、ああ、そういうことね。手帳みたいなもの。で、僕らは牧師の目の前にいるんで、目の前に机を挟んでいるんで、机を回って、行かなきゃいけないんだ。回って。回ってって言われて。今まで優しかったのに、牧師が。回って。もう、主語なくなっちゃうみたい。書いて。おめでとう。みたいな。すごい単語が。めんどくさいんだろうな、もう。でも、爪と残しましたから。いや、まあ、いいけどね、自分のだから、好きにやっていただいていいですけど。言われた通りやったんで。いや、自分はって言ってない俺何も、ほんと。ほんと参っちゃうね。っていうね、まあまあ、でも、楽しい式でしたよ。僕としては。まあまあ、あと、ね、家族もね、良さそうじゃん。その感想としては多分ね、らしいなって思ったんじゃない？うん、いい家族に恵まれたな。俺 UFO とユーマがどうやって入ってくるかがすげえ不思議でも。聞きたいですか？え？聞きたいですか？大体なんか大筋の流れだけ言って。だからすごい僕桜井になるんですけど、桜井家はものすごい器と心がでかいと思うつって。なんせ、結婚する前に、俺現れて、話がやれ妖怪とか、やれ UFO とか言ってんのに、よく迎え入れてくれたなと。俺、それはむちゃくちゃすごい器と大きな心がないと、それは迎え入れないと思うと。俺だったら、結婚したくないし、家に入れたくないから、すごいなと思うって。立派だなと思うって。で、しかも、入ってからの方が長いから、入る前よりもね。今後ね。そうそう、今後は長いと。急に言わなくなることないから、これからも絶対俺 UFO、ユーマ言うから、そのこと考えて向こうに入れたのってすごいなと思う。立派です。って言った。ああ、なるほどね。そうそう。あ、そういう使い方ね。だから、すごい大きい器と大きい心だと思います、みたいな。これからもよろしくお願いします、みたいな。なるほど。自分のね、言いますけど、みたいな。キャラをこう、端的に説明するのに使ったんだ。ああ、なるほどね。ほうほうほう。みたいな感じでしたね。いいじゃないですか。まあ、なぜか父親号泣してましたけど。え、お前の妖怪ユーマ。いや、バカすぎるな、それ。嘘つけや。妖怪って言ってましたけど。でも泣いてましたよ、そこで。あ、本当。マジで。男は親の方ってどうなのかなって思ったけどね。自分の男。泣いてましたよ。あ、そうなんだ。泣くんだね、結構。で、女親の方は、俺というよりは奥さんの方を見て泣いてました。なんかね、娘が欲しいって言ってると。新婦側は大体みんな号泣してるイメージあるんだけど、新郎側のね、家族って、泣くタイミングどこなのかなっていうね、あるよね。確かに。ね、弟はずっと笑ってましたよ、ヘラヘラ。ああ、だろうね。そういう人じゃないですか、あの二人って。でも、奥さんの手紙では泣いてました。へえ。ですげえ笑ってて、俺もはっきしちょっと気が悪いなこいつらって思った瞬間があって、瞬間もあって、なんかね、お色直しがあったんですよ。お色直しで、そうそうお色直しでふーっと行って、奥さんお色直しして、で、新郎お色直しいりますかって言われたんですけど、僕いらないですって言ったんですよ。だから俺だけ変わらず行くんですよ。だからまさかの間違い探しで、間違いないっていうパターンで。それもうインチキだよ。そして入っていったら奥さん変わってるから、いや、綺麗よって言われてて、そしたら弟が、やっちゃんどこも変わってなくないみたいな、結構大きい声で言ってて、そしたらなんかちょっとみんなクスクス。ちょっとツッコミみたいなやつちょっとね。変わってないよね、やっちゃん。何これみたいな。変わるためのね、時間を設けて変わってないで戻ってくんだよね。片方変わったら良くないと思って俺は。いやいや。意味わかんないわと思って。いやこっちのセリフだけどな、意味わかんないわ。奥さん変わったら良くないと思って、奥さん変わってるよって言って俺は変わってないけど。まあまあまあ。ちょっと気が悪いな。絵が浮かぶわ。ちょっとイラッとしましたけど、うん、そんぐらいですでも。へえ、うん。あでもみんな泣くんだよねやっぱ。泣く泣く。兄弟とかもね。泣きますよ。へえ。岸本さんがだから式挙げるときは僕行くんで。俺を UFO と UMA の話すればいいじゃん。普通あれなんですって、あの乾杯とかっておじさんとかがやるんですって。まあそうね、うん、上司とかかなと。そうそうそう。でも岸本さんってあの身内みんな死に絶えてるから。そうだね。岸本家ってみんな土の中でしょ。もうほぼほぼ大体灰になってるから。だから全然僕やるんで。あ本当に、うん、別に多分本当に。いないと思う。そんなやれるような力量があるやつ。乾杯最後のやつ僕やりますじゃん。もうほぼ主役じゃないですか。そうですじゃあ僕主役やるんでじゃん。まあね、うん、僕主役と改造やるんで全然構わないけどやるんで、うん、ぜひぜひそうですね。何でもいやー大変だなー、いろいろと大変ですよ。まあでもお前全然楽な方だな。僕はね。聞いたら。うん。でも全然準備してねえじゃん。うん。僕は全然やってないです。準備っつったってあれですよ。普通なんか1年かけてやるんですって準備して。やるやる。僕ら3日で終わったんですよ。うん。うん。だから、むっちゃ楽でした。こんな簡易的にできるんだね。イラッとされましたよ、でも。相手に ?5 冊ぐらい、もうほんまに、広辞苑ぐらいでっかい、なんかね、パンフレットみたいなの出してくるんですよ。ね、真面目に見ろっていう感じだよね。そうそうそう。これ見てくださいと、ちょっと時間あるんでお持ち帰りいただいてもいいんでっつって、うん、それを1分ぐらい決めたんですよ。これでっつって、うん、その時はえもう決めたんですかみたいな、あこれでみたいな、うん、はあちょっと声のトーン下がるみたいな、考えましたみたいな感じだもんね。見ましたみたいな、うん、あ全部見させていただきましたよっつって、うん、もうね古本を見るみたいな感じでパラ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 ーっと見て速読みたいなね、うん、で一番上にある一番手前のやつ選んだんで多分イラッとしてるんでしょうね。イラッとされる筋合いないけどね、本来。まあまあ、みたいな。お前関係ねえじゃんって話だけど。関係ねえじゃんと思いますけど、全部そんな感じで決めてるんで、3日間ぐらいで終わりましたね。へぇ、すげえ早かったです。まあでも、無事終わってよかったね。無事終わりました。なんか気が楽でしょ。そう、気楽。それやるまでがね、時間あるから。だからね、来週あたりからもっと面白くなると思う。まだなんかあんの？ちょっと引きずってんだ。いや、気が楽になったんで、来週あたりからは面白くなると思う。ああ、全然よくわかんない言ってる。いや、今ね。だから今まではずっと気張ってたから。ああ、うん。そうなんだ。来週あたりから緩くなって、ちょっと。そうそうそう。気持ちに余裕が出て。じゃあ、ね、皆さんそこから聞いていただければと思います。じゃあね、いつかもうこれだけになっちゃった、もう普通に。はい。ということで、この番組ですね、ツイッターがございまして、うん、都市ボーイズでツイッター検索すると出てきます。はい、まあ、最新情報そちらに全部出てくると思いますんで、よろしくお願いします。あと、早瀬康弘、ひらがなで、ね、検索すると、早瀬のやつも出てきますんで、はい、それもフォローしてもらえると。もしかしたら結婚式の時の早瀬の写真が何か出てくるかもしれませんけど、ね。あ、俺だけのやつありますけど、岸本さんに送った新婦が偉い俺を睨んでるっていう。新婦が輝いてるやつね。そう。まあまあ、じゃああれぐらいはあげようかな。すっごい眼光で俺のこと睨んでますからね。あれ怖いね。何あの写真。お前よ、わかんねえけど。爪痕残してきたな。あの後なんだ。あ、だからあんな顔なんだ。こら、みたいな顔だった時。謎解けた。あとですね、ブログございまして、ポッドキャスト消えたのを全部、撮ってありますので、はい、最初から聞けますので、はい、ぜひお願いします。お願いします。あと、メールアドレスご用意してます。都市ボーイズ02@gmail.com、toshiboys02@gmail.com。こちらは、ご意見ご要望、お仕事依頼などなど、ね、ちょっと最近読めてないですけど、ください。何でも、参考にしますんで、お願いします。はい、あとは、まあ、グッズとかも販売してますんでね、都市ボーイズスペースグッズとかで見てください。以上かな。はい。あれはイベント情報言わないと。5月の1日、うん。うん。19時半から僕とプラスワンで、はい、ちょっとイベント、はい、参加させていただくんですけれども、はい、まあ、前回と同じですね、DJ 急行さんとですね、はい、僕らで、司会進行させていただきまして、そこにまあゲストがいらっしゃるというようなスタイルなんですけれども、うんうん、ゲスト増えてますよね。すみさん、水木あかりさん、うん、あとね、うん、すごいちょっと言ってあげて。あれでしょ？テレンス・リーさんでしょ？そう、うんね、テレビで見る人じゃん。まあテレビで見れなくなったけどね。お察し。まあまあそうですよ。テレンス・リーさんもうなんか傭兵だっけ？元傭兵とかの人ですね、うん。すごいっすよね。まあね、ちょっと、うん、このメンツだとどういう話になるかちょっと想像つかないとこありますけど、うん、まあ面白くなりそうなんで、面白くなりそう、いろんなちょっと話聞きたい、ぜひぜひまだチケットとかも売ってると思いますので、はい、お願いします。だけ？はいはい。じゃあ締めます。はい、今回の話で生まれたロマンの原石、磨くのはあなたの好奇心です。イルミナ。ありがとうございます。ありがとうございました。このポッドキャストはあくまで都市伝説で、ジャンルはコメディです。